どうもパンシラです、今回はこのチケットガチャが残り2時間ということで引いていくんですが、最初に出た SP キャラ3体で PVP やっていこうと思います。まあ、最近のキャラだったら結構強いのいるんで、最近のキャラ狙いでいきましょう。まずは1発目、さすがに100連も引けば SP3 体くらい出るでしょう。おめえをぶっ倒す、俺にやらせろ。お、バイオジェットさん来ましたね。さあ何が出る。そろそろ終わ、さあ来た1発目、これでお前は。うお、ゴテンクスか。なるほどね。まあまあでもゴテンクスは結構昔のキャラですけど、合体戦士僕めちゃめちゃ好きなんで、これは嬉しいですね。あれなんか、え、これさ、もう一回ガチャるみたいなボタンないのこれ。あれ、え、あれ10連で終わりなの。え、マジか。完全に100連引けると思ってたんだけど。じゃあゴテンクスくん使っていきますか。ということで今回はゴテンクス入れたこんな感じのパーティーでレート潜っていこうと思います。さあ来ましたね、お相手さんは未来パーティーですね。いや、フラグもめちゃめちゃしっかりしてるな。ベジブルの抗体禁止必殺でワンパンされそうだけど大丈夫かな。さあよろしくお願いします。初手回避して、うーおー、初手から突っ込んでくる。ここは赤ゴジに変えて泥足で殴っていきましょう。変えてくるかな、変えてくるか。まあまあまあ、ここはそのまま殴って、 OK、 いいですね。ここは特殊狙っていきたいよ。ここは交代ムーブで打撃はかぶせて、タックルだったらタックルはかぶせて、ここは必殺打っていきましょう。間髪入れずに射撃も打っちゃって、ここは見てくるか。何してくる、避けて単発で止めて、おお、突っ込んでくるか。ここは変身して、まだベジットが帰ってきてないうちに殴っちゃいましょうか。強っ、めちゃめちゃ強いんだけど。さあここは必殺まで行って、いや、めちゃめちゃ強い。ここは回避して、うおっと、天才ですねお相手さん。射撃撃っちゃって友人ムーブで、そのまま来るか。よいしょ、 OK、 完璧。さあここはベジブルワンチャン出てこないかな。ライジング行きましょう。オーケー、出てきた。でかいですねこれ、めっちゃ。さあここはタックル回避で、おっとタックル回避いけなかった。メイン切っちゃいましょう。ここは打撃入れて、おっと回避入れないのか相手は。ここはゴジフォーに変えて特殊切って、いやでもこれ繋がんないな。欲張りましょうか。近づいてメインで OK、 回避見えたんで究極ぶち込んでいきます。いや素晴らしい。ここは OK、 おっと射撃アーマーしたつもりだったんですが、まあここは赤ゴジ捨てていきますか。さあここは究極切られてもいいんで即射撃いっちゃいましょう。よし、いけ、避けてくる。ここは単発で止めて必殺いきましょう。よいしょ、いや強いぞ普通に。やったぜ、かわいいゴテンクス。打撃と必殺の火力はまだまだ現役でしたね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは紫染めですね。 OK、 最速いいよ。まあ変身前なんでこの火力はしょうがないですね。ここは赤ゴジに変えて必殺打ちましょうか。気絶しろ。よいしょ、まあ引かないと。回避して回避して即回避読みしましょう。ずらすか、まあしょうがない。ここはメッキあるんでそのまま受けていきましょう。タックルいって、通常で抑えてくる。ここもう一回タックルいこうかな。タックル回避って射撃撃ってメイン来るんで単発で止めて、何してくる。ここブップかい。ここはタックルいって OK 入る。おっと回ってるか、早いな。回避して打撃剣振って、打撃剣に射撃合わせて、なかなか隙を見せてくれないですね。弾どっか行くな。 OKOK、打撃剣振って単発で止めて、ここはライジング狙いたいですね。 OK、 ここはライジングかぶせていきましょう。
ではここはゴテンクス君に変えてメイン切ってここは強気の射撃いきましょうか。うん、抑えてくる。強気の射撃いって単発で止めて強気の射撃もう一回いって、うん、これはしょうがないですね。お、結構硬いんじゃない。さあコストも軽いのがいいですね。これは打撃剣に射撃合わせて OK、 いいよ。さあ行け。え、結構火力出てる、打撃火力。さあこれはメイン切っちゃってドロストック上げていいよ。え、めっちゃ火力出てるじゃん。強い強い強い。やっぱ当時から打撃火力は半端なかったんだよね、このゴテンクス君。さあここは赤ゴジに変えて持ってこい。うん、持ってこないか。なんだなんだなんだ、ここはかぶせたいですね。タックル打ってくるんだ。ここメイン切っちゃいましょう。 OK、 メインって、うーん、ここは変えてくるかな。さすがに捨ててくるか。ここはやることないんで必殺ぶっぱいっちゃいましょう。ここは単発で止めてゴテンクス君に変えて、おっと遅い人いっちゃった、あぶねー。ここは打撃アン振って何してるんですか。さあここは赤ゴジ君の超火力で殴っていきます。いや強いな赤ゴジ、やっぱり火力まだまだ現役ですね。 OK、 対戦ありがとうございました。うお、お相手さんのパーティーめちゃめちゃ珍しいぞ。劇場版にゆういちさんピン刺しですね。さあよろしくお願いします。初手は回避して回避見て射撃撃って単発で止めて、ここは特殊警戒して何もしません。射撃撃って、うーん、ここも特殊怖いな。単発出して単発出して釣れた。 OK、 打撃いきましょう。さあここは変身して、いや気力回復も強いよ。さあここはなるほど、ブロリーで受けてくる。いやめちゃめちゃいいダメージ出すんだよな普通に。さあここは必殺いって、いやいいダメージ、うん、ここはカード破棄される。ここは回避回避して OK よ。うーん、あ、フリーザ出てくるかな。玉吐きしてきそうなんですが、そらこのまま殴って射撃撃っちゃって避けて、うーん、ここ何してくる、回避して、おお怖い怖い。オッケー、釣れた。釣れたっていうか、まあ無理やり噛み合わせただけですけど、これはこのままいってゴテンクス君に変えて、オッケー、落としてくれるのか、でかいよ。さあここは特殊切って、オッケー、ビッグ、あっとライジング、え、何してるの。ライジング取ると思ったんですけど、フルフリの弾が吐きめっちゃ強いですね。さあここはそのまま殴っていってライジング打っちゃいましょう。いやめちゃめちゃ火力出てる。ここはドロスクあるんで居座りましょうか。そのまま行っちゃって、 OK、 ここ入った。さあもう一枚引け、 OK、 射撃引いた、ナイスすぎ。さあここは50砲に変えて究極まで打っていきましょう。対戦ありがとうございました。ということで今回は変身ゴテンクス使っていきました。かなり昔のキャラだったんですが、メインでドロストクもつきますし、打撃もめちゃめちゃ火力出ていましたね。今レートで使ってる人は全く見ませんが、前回覚醒などしてまたレートで見てみたいですね。それでは今回はこのくらいで終わります。では。